俺もやってるよ。おにゃんにゃんしようぜな。何急いでんだ。よろしく。金ならあるって。やだよ、そったら。あっ、何なのよ。おっと、危ねえだろ。おお、てえな、何急いでんだ。なんだあんた。お前モテないだ。場所変えるか。おお、どこ行こうか。スキー連れてってよ。おお、なんなんだ。おお、ちょっとね。いや、そこは適当に合わせといてさ。What's going on here? 会社戻るわ。遅刻しそう。おお、電話するよ。気をつけてよ。おお、何するんだ。What's going on here, guys? What's going on here? What the hell? What the hell, man? What the hell? What the hell, man? 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 What the hell, man?後悔するなよ。問題ない。問題ない。名前？テレビで見た。甘いの、お名前何？元々物騒な街だろ。金ならあるって。そりゃそうだけど、ここ最近はさらに。どういうこと？みんな。あ、おつぼね様でしょ？おい。そこは適当に合わせといてさ。おい。まあ、おい、ふざけんな。ジョセ君、一緒に俺、なんでしょうか。今何してんの。行こう。行け。適当に合わせといて。俺もこの T シャツ好き。うん、好き。女性くん好き。俺もどこだ。電話するよ。ダメだ。焼きそばください。あ、バーガー。いらっしゃいませ。よろしく、女性くん。君は可愛いね。ありがとうございました。な、エロじゃない。最近見かけないな。いや、立花不動産のおかげで思いがけねえボーナスが入った。こりゃ酒盛りでもしねえとダメだよな。ああ、今日くらい嫌なこと忘れてパーッと飲みてえよな。電話するよ。
あんたらに話聞かせてもらいたいんだが、今構わないか？お？ああ、別にいいけど。ああ、いや、ダメだ。こう寒くちゃ舌が回んねえよ。何？そうだな。酒でも入れりゃ滑らか。あんた、話聞きてえってんなら、ちっとばかし酒を都合してきてくんねえかな。ああ、そいつはありがたいね。ずい。ラメラメ、レンレンラメ。ち、わかった。ただその前に、一つだけ聞かせてくれ。あんたらの中で、立花不動産と仕事をしたことがあるってやつは。なるほど。飲ませがいがありそうだな、あんたらには。酒なら何でもいいってわけじゃねえからな。俺らにも選ぶ権利ってもんがあるんだ。それぞれの好みに合った。タクシーで行くか。にゃん。うん。どうは。いらっしゃいませ。Let's see what they have. Sweet potato soju. Okay. Hmm. Hey. Thank you. That's it.よろしく、ミホ。よろしく、キリオです。あ、ちょっと待って、ミホキュン。あ、忘れた。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あ、ちょっと待って。 I need tissues。 すみません、ティッシュ欲しい。いらっしゃいませ。キリュウさん、キリュウさん、俺。ありがとうございました。 Alright, that's it, that's it. We're good, we're good.やっぱり酒は命の水だな。これで話をしやすくなったな。なあとも、酒のおかげで口も滑らかよ。大丈夫なんだろうな。大丈夫大丈夫。つっても俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど。あ、立花不動産の仕事をしたことがあるって話だが。ああ、言われた場所に一日中居座っているだけ。地上げの嫌がらせにさ、簡単なバイトだよ。さっきも一件終わって日当もらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。さっきまでやってたのってハークアビルだろ。俺も見てきたから知ってる。なんだ、それ知ってんだったら他に何が聞きたいの？そのバイトってのは立花不動産の方から声をかけてくるのか？ああ、
今のあんたみたいに俺らに近づいてきてね。そうだ、東上会のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよ。その連中も地上げ屋だ。今時はホームレスも使いようなんだね。俺たちは立花さんとこだろうがヤクザだろうが金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさ。なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか？ああ、それならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。あの辺りは今地上げのメッカだ。なんせ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ。立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか？多分ね。ただあそこは立花不動産だけじゃなくて東上会の連中も狙っているから。あんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか、参考になったよ。ありがとう。あれ？おい、そこのあんた何しに来た？この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか？あんたまた東上会の若い衆か？いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら立花不動産に何の用だ？あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。アホ。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らはここらの、俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したきゃ俺ら殺すしかねえぞ。俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな。お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ。アホ、マジで。うわ、あ、僕のチンコ、おい。なんなんだこいつ。少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。アホですか？気にしない。連中もここで地上げしてるんじゃないのか？違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと？そうでしょう、小田さん。どうも。誰かと思えばスナックナマセのお兄さんか。あんた、カタギの人間とか言ってなかったか？なかなか信じてもらえねえが、今はカタギだ。前は堂島組にいたかな。堂島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザが
なんで俺らのこと嗅ぎ回ってる。あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？あんた、名前は？キリュウだ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わかりました。じゃあそのように。え、それじゃ。社長は何つってた？うちのことを深く知りたいなら、昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、わかった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か？ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地は、カムロ町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんらしい。うちの社長が言うには、ここらはカムロ町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないって。でさ、さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビル？あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナックナマセの店長見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきた時、元へと住人を追い出してんだから、因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね、偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな、大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ？うちの社長に会いに行くのか？ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。Rocket, let's go. Let's go.立花から呼ばれてきたんだ。お前ら立花不動産の人間じゃないのか？ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか？何？うちの織田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから、死なない程度に可愛がってやれと。あ、なんだと？織田が？おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ、聞こえなかったのか？さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしねえ。だが、呼ばれた先で門前払いとは、コケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだ、バカ野郎。どげ、お前らじゃ話になんねえ。かけガキが土地狂いやがって、どうなっても知らねえぞ。
me just drink some tea from お前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ああ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど。あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。河室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。やっちまった。やっちまった。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったら、お互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい！かかってこい、オーダー！嘘だろ。この俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ。信じらんねえ。何笑ってねん、ジュノーダ。オーダー、納得しましたか、オーダーさん。ええ、俺の負けですよ、社長。どうなってる。あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか。ええ、
小田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた。その理由は何なんだ。いいでしょう。ですがその前に、あなたはこの神室町という町を何と見ますか。神室町を。アポー and grapes。質問の意味が分かんねえ。私はね、キリュウさん、この町は堂島組をはじめとする東城会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東城会の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ。東城会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。Ben, thank you for the 4 months, Ben. こんな風にね。どういう意味？は？なんだと。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東城会に迫れるか試してみたい。え？ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れて神室町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体。桐生さんがご存知かどうか、東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。小田さん。そして私があなたに近づいた理由は、みんな、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東城会の内通者ってことか。え、Never mind。 誰なんだそいつ。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東城会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと。おやっさんが。あなたは堂島組の若頭補佐、久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは殻の一壺の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は殻の一壺をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先に進んでいる。いずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですがそれを承知で、あなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ風間さんが望んだ。やば。
これは最高。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんはクゼがあなたに近づくこともあなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさかいくらおやすさんでもそんなことまでわかるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東城会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが空の一粒を手に入れる目的はおそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやすさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか、桐生さん。立花、あんたがおやすさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になると。何何何、これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやすさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだおやすさんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかったってことか。だがあの人が俺に何かを望むなら俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日おやすさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ああではこれからどうぞよろしくお願いします。オーマイキリさん、オーマイガード。おー、Do you guys hear that? オーマイガード、気持ちいい。オーマイガード。